令和元年10月6日福岡平和台陸上競技場にて2019九州学生アメリカンフットボールリーグ秋公式戦琉球大学対佐賀大学の一戦が14時30分キックオフ予定で開催されます。ただいまから試合開始前のコイントスを行います。手前側カラーレッドのユニフォームが琉球大学、奥側ホワイトのユニフォームが佐賀大学です。前半佐賀大学レシーブ、コイントスの結果琉球大学キックオフ、佐賀大学リターンで試合が始まります。コイントスの結果ホワイトユニフォーム佐賀大学のレシーブ、カラーのユニフォーム琉球大学のキックにより試合が開始されます。ワイドレシーバー記録はモーションからのジェットスイープ、左ロックに展開しファーストダウン獲得です。プレーを選択します。ギャンブル、1ヤード前進しないと攻撃権交代です。ギャンブル失敗、中央突破によるファーストダウンで出ましたが、これを佐賀大学ディフェンスがストップ、したがって攻守交代です。ターンオーバー、なにわ組琉球はハンドオフから右オフガード付近を駆け上がり約9ヤードのゲイン。インターセプト、琉球大学ファーストダウン、再び中央へのランプレー、キャリア1番。左の中央ラン、キャリア1番、ファーストラン獲得です。パス成功、ファーストラン、キッカー1番、キック成功、3点追加、琉球大学3点、佐賀大学0点。成功、ファーストダウン、パス成功、ファーストダウン、キュービーサーク、ゴー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 、パス成功、あ、空いてる空いてる空いてる、そこカバーがない、パス成功、パス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 、パス成功、パスだ、パス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 、スクリーン、何パス、球大ファーストダウン、入った、左左左、一番、ナイスラン、一番、パスパス、なんで今タックルミスな、パス成功、佐賀大学がインターセプト、このインターセプトした選手そのまま
独走、相手エンドゾーンに入、そのエンドゾーン飛び込み、タッチダウン、佐賀大学6点獲得です。佐賀大学ファースト、佐賀大ファーストダウン、ギャンブル最高ファーストダウン、タッチダウン、ベールバック11番アイフォーメーションからブラストプレー、ダイブしてエンドゾーン飛び込み、タッチダウン、佐賀大学6点獲得。投げた、スペシャルプレー、パス不成功、ファンター1番ファントフォーメーションからのスペシャルプレー、ターゲット81番、しかしこのパスはコントロールミス、4回目のプレー失敗ですので攻守交代です。ターンオーバー、キックレングス47、キック成功、3点獲得です。佐賀大学16点、琉球大学3点。オースボース、よいしょ、ウインターソット、タッチアウト、琉球大12番パスを通しましたが、これを取ったのは佐賀大16番、そのままリターンし、エンドゾーン飛び込み、タッチダウン、佐賀大学6点獲得です。パースパースパース、右、君走った、君走った、来た、パス成功、どうした、パス成功、ドライドライ、キュービー、キュービー、ホークホーク、パス成功、タッチダウン、クォーターバック順番ドローフェイクのロングパス、ターゲット81番、右サイドライン際の奥深く、81番キャッチし、エンドゾーン、琉球大学6点獲得。インターセプト、パス不成功、キック成功、3点追加、大学26点、琉球大学10点、パス成功、そしてそこからピッチャーのラン、ロンゲインファースト、試合時間残り1分を切りました、パス成功、ファーストダウン獲得です。タッチダウン、プレーナンバー4の35、琉球大学トライ4ポイント、2ポイントコンバージョン、2点を取りに行きます。掴んどる、掴んどる、2ポイント失敗、プレーはワイドレシーバー4枚のワイドスクリーンパス、しかしこれは相手タックルに合い、エンドゾーンに届かず、6点の割、琉球大学16点、佐賀大学26点。オンサイドキック、このオンサイドは失敗、
ここで試合時間がなくなりました。試合終了となりまして、佐賀大学26点、琉球大学16点で佐賀大の勝利です。